テオドール・デュスター・ベルク、テオドール・デュスター・ベルクは、ドイツの軍人、政治家。バイマル共和正規の退役軍人の、準軍事組織、鉄カブト団の指導者だった。軍医の息子として、ダルムシュタットに生まれる。1893年に、プロイセン陸軍に入隊。1900年には、東アジア遠征団に参加して、義和団の乱で揺れる新国へ派兵された。 1914年に第一次世界大戦が開戦すると前線勤務の後プロイセン陸軍省に勤務した。大戦中に中佐まで昇進する。戦後にはベルサイユ条約の抗議活動を行った。1919年から国家人民党の当初期を務めたが、やがてフランツ・ゼルテが創設した鉄カブト団で活動するようになった。1924年から ゼルテと共同で鉄カブト団の団長に就任した。1932年3月のドイツ大統領選挙の第1回選挙に鉄カブト団と国家人民党の候補として出馬した。この大統領選挙には他にも現役大統領のパウル・フォン・ヒンデンブルクやナチス党のヒトラーらも出馬しており、デュスターベルクの祖父がユダヤ人であることがナチス党から批判された。 結局、デュスターベルクは6.8%の得票しか得られなかったため、第2回選挙に出馬せず選挙戦から撤退した。決選投票では、デュスターベルクは、ヒンデンブルク支持の運動に加わったが、アルフレート・フーゲンベルクと国家人民党は、ヒンデンブルクかヒトラーどちらかへの自主投票とした。ヒトラー内閣樹立直前の1933年1月に、 フランツ・フォン・パーペンから、鉄カブト団の代表として予定される、ヒトラー内閣への入閣を求められたが、拒否した。代わりに、ゼルテが入閣することになった。ナチス政権誕生後、鉄カブト団がナチスに吸収されると、鉄カブト団団長職を辞した。1934年6月の長いナイフの夜、事件の際に、 ナチス批判の都がで逮捕され、しばらくの間ダッハウ強制収容所で拘禁された。間もなく釈放されたが、以降は公的生活から去ることを余儀なくされた。第二次世界大戦中の1943年にナチスへの抵抗運動を行っているカールゲルデラーと接触しているが、抵抗運動とそれ以上の関係を持つことはなかった。敗戦後の1949年には、 デア・スタール・ヘルムーンとヒトラーを表し、その中でヒトラーによって唱えられた狂気のユダヤ人造や知識人階級の間にすら見られた無関心を批判したが、鉄カブト団の販売もある今日は生活動への反省はなかった。1950年5月4日にニーダーザク選手ファーメルンにおいて死去。ありがとうございます。